ソウルハッカーズ2世界観コベナントと大いなる存在アイオンの未来予測は人の世界の終わりを導き出した。鍵を握るのは5つの霊的エネルギーコベナント。その名は契約の意味を持つ。コベナントの所持者はその歴史は古く、とある調査資料によればコベナントはカミオの時代に天と地を結んだ契約の虹であり、それが5つ揃うとき大いなる存在が降臨するとされている。お前が大いなる存在の降臨を祝願とし、世界の裏で暗躍する者が秘密結社ファントムソサエティ、その急先鋒が鉄仮面である。わかるだろう。君たちは間に合わない。運命は変えられない。アイオンのエージェントと成り行きで集まったデビルサマナーたちは、人の世界の終わりを変えるため、コンプに宿した仲間と共に鉄仮面に対峙する。ソウルハッカーズ2、2022年8月25日発売。